の。確かこの辺からナルト君、あれ？ん？なんだこれや！なんだろうこれ。人じゃねえよな、どう見てもクグーツでもないし。というかナルト君に似てる感じがするね、それ。いや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 、どう見ても俺の方がかっこいいだろ、こんな変なやつより。ショック確認、緊急起動スイッチオン、メカナルト起動。え？なんだとはなんだ。俺にはメカナルトという名前がある。しゃべった。動いた。え、メカナルトだ。ナルトは俺だ。勝手に人の名前使ってんじゃねえぞ。お前が真似したんだろバーカ。してねえよ。つかなんだこいつ、すんげえ口悪いぞ。まあ、ナルト君も、メカナルト君も落ち着いてね。喧嘩はダメだよ、せっかくいい名前なんだから。ぬぬ、あなた、お名前は？あ、ひなた、ヒューガひなたです。ひなたさん、あなたもいい名前です。
しかも美しく心も優しい。どうぞ僕と仲良くしてください。はい、よろしく。いや、だから何なんだよこいつ。くーん、お前はダメだな。何かムカつく。名前が似てるし姿も似せやがって。だからそれはてめえが真似したんだ。お前はバカナルトで十分だ、バカ。ダメだよメカナルト君、人をバカにするのはちゃんと名前で呼ばないと。はい、わかりました。バカナルトとは呼びません。コロコロと変わり身は早いなこいつ。それでメカナルト君は何者なの？僕ですか。僕はある博士に作られたロボ。自分で物事を考え、歩いたり走ったりできます。さらに計算も手品も精神入れ替えも、有事の際には戦闘もできるんですよ。それからん？思い出せません。他にもいろいろあった気がするのに、これいい。あれあれ、なんで記憶喪失なのかな。あー、なんだ見てください。なんだこれ。これは僕の中にある新小石というものなのですが、これ新小石、石がなければその分の記憶もなくなります。ってなんだ、ひとごとだな。いや別にそうは思ってねえけど。新小石どこかで、あ、そういえば今度の大会、副賞の中に新小石があったはずだよ。確かこの島で見つかった貴重な宝石だって書いてあったはず。それです。それが戻ってくれば僕の記憶も戻るはずです。くーんってなんだ、やっぱり人ごとに思ってるんだな。いや別に思ってねえって。じゃあ俺の記憶をどうにかしろよ。俺がかよ、自分でやれよ。意図でなし。だって、だいたいてめえが喧嘩をしたからこっちも。だったら舞踏祭一緒に出る？優勝できるかはわからないけど、でも大会に出ないと新小石は手に入らないんだし。はい、ひなたさん、一緒に頑張りましょう。げっ、ひなたと一緒ってことはこいつとも組むってことかよ。ナルト君、勝手に決めてごめん。いいよ、こうまでやるしかねえだろ。仕方ないな、お前とも組んでやるか。この野郎。さあ大会優勝に向けて出発だ。お前が仕切るのかよ。そういえば結局メカナルト君がナルト君に似ている理由って分からなかったね。確かにあいつ何者だ。
さてと。続々と参加しています。かつて忍界を騒がせたあの忍びがいます。最近噂のあの忍びももちろん参加しています。この中の一体誰が最強なのでしょう。今、忍界全土がこの舞踏祭に注目しています。これより忍界舞踏祭を始める。この大会は最強を決める唯一無二の大会だ。最強となった者は比類なき栄誉を手にすることになる。だが、栄誉を手にするには試練を超えなければならない。舞踏祭はいくつかの段階に分かれています。まず挑戦していただくのは予選。予選は複数のブロックに分かれて行われ、そこである程度の人数に絞られます。
予選といえど、これは最強を決する大会だ。力なき者はすぐに敗北することになるだろう。わしら五影以外にも多くの強者が参加している。生半可な覚悟では勝ち上がれんぞ。そういうことじゃぜ。重ねて言うが、この大会は最強を決める大会。最強を名乗るなら相応の覚悟と力を見せろ。いいな。よし、それでは忍界舞踏祭開始だ。舞踏祭激震の予感。メカナルト物語開幕。戦闘開始。これは大変興味深い戦闘が始まりました。すごいです。猛烈な勢いで勝利に向かって突き進んでいます。流れができつつあります。俺はこのまま決まるかもしれませんよ。なるほど、ここで一気に決めてしまおうという魂胆のようです。やりますね。これほどのやり手だったとは驚きです。緊迫の攻防が続いてますね。面白い一戦です。これは気持ちいいほどの攻勢ですね。お疲れ様でした。見ていて気持ちの良い戦いでした。戦闘開始。バトル突入。さあ注目しましょう。なるほど、ここで一気に決めてしまおうという魂胆のようです。
やりますね。これほどのやり手だったとは驚きです。これは効いたか。すごいです。猛烈な勢いで勝利に向かって突き進んでいます。痛い一撃ですよ。これはの攻防が続いてますね。面白い一戦です。お疲れ様でした。見ていて気持ちの良い戦いでした。戦闘開始。これは大変興味深い戦闘が始まりました。緊迫の攻防が続いてますね。面白い一戦です。ありますね。これほどのやり手だったとは驚きです。うわー、やられた。お疲れ様でした。見ていて気持ちの良い戦いでした。